はい、社畜の3分クッキングってことでね、ちょっと推しのライブ配信始まっちゃいそうなんで、爆速で晩ご飯作っていこうと思います。ちなみに3分で作れるレシピではございません。3分以内に紹介できたらいいなっていうふわっとした感じでやっていこうと思ってますんで、そこのとこよろしくお願いします。では早速作っていきましょう。推し活をしていると常にまとわりつくのが金銭問題。私も万年はっちゃけているせいか万年貧血です。まあでも幸せなら OK ですよね。というわけで今回はお財布事情も考えて貧乏人のパスタ作っていこうと思います。実際にイタリアにある卵とチーズを使ったシンプルなパスタ、まあ向こうの人からしたら卵かけご飯みたいな感じなんでしょうね。ただ今卵がすごく高くなっていますんで、全然貧乏じゃねえじゃんってコメントしてくるガキがたくさん湧いてくると思います。見つけ次第ぶっ飛ばします。さあ、ニンニクを粗く刻んで鷹の爪の種も抜いたら準備完了ですね。早速炒めていきましょう。フライパンにバターを 20g とオリーブオイルを大さじ1、刻んだニンニクと鷹の爪を投入したら火にかけて温めていきます。最初のうちはちょっと強めにガンガンと温め、こんな感じにシュワシュワっとしてきましたら火加減を弱火に落とし、そこへ卵を2つ割り入れてください。あとはそのままじっくりと焼いていきましょう。しばらく焼きまして、ニンニクや卵の縁の方がこんがりと色づいたらいい感じですね。鷹の爪が焦げちゃいそうでしたら、ちょっと先に避難させといてください。で、目玉焼きが完成しましたら、1枚はトッピング用で残しておきまして、もう1枚は油と一緒にボウルにドーンと突っ込んじゃいます。そこへ醤油と粉チーズ、鰹節をブリブリっと崩しながら投入したら、トングを使ってぐじゃぐじゃっと混ぜ合わせちゃってください。これでニンニクオイルと半熟卵、チーズがとろっと合わさった旨味たっぷりなソースベースの完成ですね。そしたらパスタを茹でちゃいましょう。まあこれ余裕がある方は目玉焼き焼いてる途中やソースを作っている途中に並行して茹でてあげると時間もかからないんで楽ですね。たっぷりのお湯に 1% の塩を溶かしたら、そこへパスタをぶち込み、あとは袋の表記時間通り茹でちゃってください。パスタが茹で上がりましたら、軽くお湯を切ってボウルに投入し、そこへ茹で汁を大体大さじ2くらいですかね。あんまり水分が少ないともさもさっとしてしまいますので、ソースがとろっと絡むようにこれは様子を見ながら調節しましょう。で、あとはガーッと混ぜます。茹で汁やチーズで味の方はいい感じにまとまっているとは思いますが、一応味見はして最後に軽く整えてあげましょう。そして温かいうちにお皿にドーンと盛り付けまして、上にドーンと目玉焼きを乗せて、ドーンと追い鰹節を振ってあげれば、まあちょっと贅沢かもしれませんが、貧乏人のパスタの完成です。まあでも結構家にあるような材料で作れちゃうと思いますので、よかったら試してみてください。では今回も動画ご視聴いただきありがとうございました。推しの配信始まっちゃいそうなんで、私はここで失礼します。よかったらチャンネル登録や高評価ボタンご利用し、下のち Twitter やインスタに遊びに来てください。財布の紐は緩めすぎず、生活あっての推し活ということを皆さんも忘れずに。それではまた次の動画でお会いしましょう。あざした。